皆様こんにちは、イトキンコングです。今日はこちらまな板の話、今木のまな板使ってる方たくさんいらっしゃると思います。僕も気に入って木のまな板使ってるんですけど、やっぱりね、買った時からこうやって乾燥してくると思います。木のまな板って汚れもちょっと気になるし、やっぱり色合いがねちょっと薄くなって、これは木なのでやっぱり乾燥していきます。せっかくね高いまな板買ってると思いますので、これを維持したいっていう方いらっしゃると思います。そこで今日はこの木のまな板を復活させる方法をご紹介します。で、今日ご紹介するのがこの蜜蝋クリーム。要はこの木のまな板に、クリームを塗って、撥水性を高めましょうと、乾燥を防ぎましょうというものです。じゃあまず実際今まな板がどんな状態なのか水かけてみます。はい、この状態がまだクリーム塗ってない状態。僕のまな板もちょっと乾燥してきました。水かけます。水かけるとこうやってね、色がなんか復活したような感じになるんですけど、こんな感じ。はい、洗うとね、やっぱこうやって洗うとこんな感じになります。はい、でまたこれが乾燥、乾いて乾燥してっていう形になると思いますので、一旦乾かしてからクリームを塗って再度水かけた時に、しっかり撥水するかご紹介していきます。はい、それではまな板が乾いたので、じゃあ実際にこちら蜜蝋クリーム塗っていきます。塗るときは、ガーゼとか布で拭けばいいと思います。じゃあいきます。ちょっとね最初硬いんですけど、こんな感じ。じゃあ塗っていきます。片面塗り終わりました。こんな感じでね、塗ってない方、裏まだ塗ってないです。これだけ、これだけ色が変わります。ビフォアアフター、これだけね、やっぱり木目もしっかり出て、ちょっと濡れたような感じになってかっこよくなります。元に戻ります。はい、同じようにじゃあ裏面も塗っていきます。側面も塗ります。はい、塗りました。裏面も綺麗に塗りました。はい、これ表面、最初に見せた表面。はい、このような感じで乾燥して白っぽくなっていたまな板がツヤが戻って、今こんな感じでね、綺麗になりました。今から水に濡らして撥水性がどれぐらいあるか確認していきたいと思います。それでは蜜蝋を塗ったまな板に水かけていきます。撥水性、こんな感じで弾いてるのが分かると思います。裏面もシャワーしてみる。こんな感じで色も変わらないし、水が弾いています。水が弾いてるのが分かると思います。あとはいつも通り、料理をして洗ってまた薄くなれば塗っていくという感じです。はい、ということで今日はこちら蜜蝋クリームで、この蜜蝋クリームを塗ることによってまな板がまた綺麗に復活します。この蜜蝋クリーム、蜜蝋って何なんですが、ここに蜂の絵が載っているように、蜂の巣
こんな、なんていうの、ボコボコボコってなった蜂の巣。蜂の巣を作るためにこの蜂が出すあのロウです。であの形ね、巣の形を作っていくものなんで、あのもちろんそこから蜂蜜が取れてそれ食べれるので、まあ、木こよって書いてるんですが口に入っても大丈夫です。で実際、成分を見ると、木工用蜜蝋クリーム、木工製品のメンテナンスに使ってくださいと。成分が蜜蝋で、菜種の油と、アマニ油が入ってます。でアマニ油が入ってるっていうことは、もちろんねこの蜜蝋がない場合はこれでも大丈夫です。最近あのスーパーに油いろいろ売ってるんですが、このようなアマニ油を代わりに塗っても大丈夫。それがさらにない場合はオリーブオイルなんか塗ってもいいんですが、あのやっぱりあの酸化しやすいので、あのこういう蜜蝋クリームを塗るとより長持ちすると思います。で、今日僕木のデスクで作業したんですが、このね木のデスクももちろん拭けます。木デスクもこう拭くと、色がね深みが出てかっこよくなります。最後はデスクを拭いてきれいにすると、はい、こんな感じ で最後はあまり蜜蝋がついてないところで拭き上げて完成です。OK、はい、ということでこの蜜蝋クリームを塗ってまな板のメンテナンスご紹介しました。まあ、せっかく高いまな板買ってすぐねあの乾燥して、もう最初とイメージ違うじゃないってなったらもったいないので、今回プロモーションではないんですが、まあ、これ僕自身おすすめなので、概要欄に載せておきますので、まな板の乾燥が気になるなっていう方は、買っていただいて塗ると、非常にねかっこよくツヤが戻りますので試してみてください。今日の動画が参考になったなと思っていただければ、チャンネル登録と高評価、通知ボタンを押していただければ新しい動画が見られますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。イトキンコングでした。バイバイ。